うまそう。あ、柔らかい。うわ、やばい。とろとろ。昨日撮影の終わりにいただいたバスクチーズケーキ。中がふわふわなんだけど。昨日の夜ね、冷凍の状態でこうホールでもらって、で一晩かけて解凍したらこういう風にとろっとした感じになるみたいで、これはうまし。はあ、久しぶりのお家からの Vlog スタートということで撮ってきます。なんかだいぶ秋めいてきて、今日も雨降ってたりして寒いから、秋初めて、この厚手のパーカー、新映像パーカーを着てみました。今日は肌寒いね。皆さんも、寒暖差ね、最近ありますので、体調にはお気をつけてください。お気に入りの靴がだいぶ汚れてきたので磨きます。クラークスオリジナルのワラビーっていう長年の名品ですね。一応ね、ざっと靴ケア商品はここにざっくり入ってるんだけど、まず汚れを落とすと、あ、これだね。ブラッシングするだけでもすごく汚れが落ちる。それでスウェード用の栄養ミスト、これを振りかけると、あ、変な方向いた。これで乾くのを待って、防水スプレーを振りかけたら終わりです。僕も本当たまにしかやんないんだけど、こうやって革の靴はちゃんと手入れをすると長く使えるので、まめにこれからもねやっていこうと思います。物は大切に、長く使えた方が愛着も湧いてね、ファッションがより楽しくなりますからね。代々木八幡周辺に来ました。おととい、昨日とちょっと京都で撮影をしてまして、ちょっと食べ物がね結構偏ってしまったので、お弁当とか外食が続いたので、健康的な体にいいものを食べに行こうと思います。そういうちょっとヘルシー志向の気になってたカフェがこの辺りにあるので、ここですね。シェルタークコカフェ&ギャラリーオープン。野菜がたっぷりのプレートみたいなやつを食べようと思ったんですけど、昨日からカレーが始まったって言ったんで、カレーにしちゃいました。
でもあのカレーも野菜がたくさん入ってたので野菜不足を解消できたとは思います。ということで、家に帰って靴磨きの続きをやろうと思ったんだけども、ちょっと今日はお休みなので、映画をこのまま見に行きます。 IMAX シアター池袋に007の新しいやつ No Time To Die 行ってきます。今回の007は40分間だけ IMAX フィルムで撮られてるらしいので、それがちゃんとフルで見れるのは東京だと池袋だけなので、めちゃくちゃ楽しみです。ということで急に翌日の夜7時ぐらいです。その後ちょっと Vlog をもう撮れなかったんですけれども、007面白かった。ぜひあの最後のダニエル・クレイブのシリーズ No Time To Die 見てみてください。ぜひ IMAX、池袋で、はい、ということで今ちょうど走り終わりましたけれども、この辺で今回の Vlog は終わります。ではまた。